2023年4月、東京。歌い手、志摩。今回はワンマンツアーに向けた密着ドキュメンタリーをお送りする。おはようございます。今日は何の日ですか？今日は、今春ツアー中なんですけど、ワンマンが5月からあるんで、そのリハがもうツアー中に始まったんで、今日はダンスレッスンです。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。まあ入ってけよ。覗いちゃダメよ。覗くなよ。なんでやねん。ちなみに柴田、キエさんの紹介してもらってもいいですか？視聴者の方分かると思うんですけど、どうなった？今日何？キエさんの紹介、俺がすんの、キエさんの紹介むずない。振り付けとか、あと、まあ、4人、浦島坂田線とか、あと多分お客さんは多分見たことあると思うけど、坂田のワンマンとかにちょろっと出てたりしてるし、いつも、ライブ見てここちゃうでって振り付けちゃうで、ちゃうねんけどどうないなってねんっていつも言ってくれる振り付けの先生です。はい、キエです。よろしくお願いします。今日はワンマンライブの振り付けリハーサル。来月に迎える本番。セットリストにはライブ初披露となる新曲も含まれる。ひたすら反復し、動きを体に染み込ませる。タン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 ジャスティスデビタンタン。あれ？あ、匂って。めっちゃむずいっすね。むずいぜ。確かに難易度高いわこれ。高いですね。開始から3時間。今日のダンスの評価を聞いてみた。早かったね俺。はい。待って、計算的には何点ぐらい？何点？何点？点数とかだと、そうですね。分かりやすいな。何点？25点。全然ダメだね。解散だ。しまいだ。俺結構一回バーって教えてもらって、で一回寝かせて身に入るタイプなんで、この初日はマジで踊れないですね。これが明日とかになってくると。あれ、いつの間にか踊れるようになってるみたいな。今日はちょっとマジで入れるので精一杯なんで、頭が一瞬でパンクします。この日のリハーサルは終了。休憩中にワンマンツアーのコンセプトを語ってくれた。なんか結構そのコメントとかで、志摩さんって喫煙者だったんですかみたいな。で俺も結構昔吸ってたよって話はチラチラしてたんで、でその流れで結構その志摩さんのタバコ吸ってるところ見てみたいみたいなのがやっぱ一部のうちのファンの子が言ってたのを思い出して、でどうせやったらなんか一つアイテム持たせようかなっていうのでタバコっすね。リハーサルを終え帰宅するかに思えたが、このままレコーディングに向かう。結構こんな毎日多いんすか？忙しい日が。いや特に今年入ってもずっと忙しいですね。2月もツーマンあったんで、だからそのツーマンの準備期間を含めたらもう1月から稼働してたんで、1,2,3 で今4月、なんでもう何かのリハと並行しながらライブやったりとかが多いですねこの時期は。ああ頑張ろう。よいしょ。いつもこの扉が重いのよ。よし。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。ははははは。多忙なスケジュールでも音楽制作に妥協は許さない。このセリフだけもう一回ちょっと撮ってみていいですかね。テイク3でいいですか。じゃあ頭から、はい、一旦聞いてみましょう。
いう感じです。はい、されてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終了。でも最悪その後はライブ演出の打ち合わせ、セットリストに始まり、ステージや映像など島のイメージを形に落とし込んでいく。浦島坂田線春ツアー最終日、富山。現在春ツアー富山公演ファイナル。はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れです。いや、春ツアー終わりました。それぞれが自分たちのファンの子たちに向けて最大のこうアピールというか、愛を届けられたこの春ツアーになったかなと思うんで、まあ俺のワンマンも来てくれるみんなをめっちゃ笑顔にして返したいと思います。翌日、島の姿はすでに都内にあった。もう昨日の疲れが全然取れてない。まあでも結構ここは来る針治療よく来るとこで、結構体のメンテナンスしてもらってるんで、今日も朝から。あるっていうのは分かる。島さん、これ痛くないんですか？ちょい痛っすね。痛いんだ。まあなんか刺された痛みはないんですけど、こうじわーみたいな。ハードなスケジュールをこなすためにも体のメンテナンスは欠かさない。施術後すぐにリハーサルに向かう。あれ1個早い。もう分かったわそこ。はい、ルルルルちゃうわちゃうわ。シャオニゴスか。なんかそっちの方がいい気がしますね。ファイヤーファイヤーだ。はい、シャオニゴシャニゴしてシャオニゴします。はい、の方がいい気がします。ファイヤーファイヤーシャオニゴし説明しよう。シャオニゴスとは、同じ曲をばっかりをやっていて沼にはまってしまうより、違う難易度のやつをやることによって気持ちをリセットするということである。チャオニゴソファイヤーファイヤーや。はい、OK。 はあ、チャニゴシ完了。余計に疲れるというね。シェイ、このダンスリハこれで終わりかです。無事終わりました。3日間、まあ1日は25点2日目は65点。気になる最終日の点数は、切り締めにて85点。やれっか、85や。また細かいところを詰めていきますか。はい、そうですね。それで150点に持ってきました。150点いきますか、はい、いやでもいける気がします。なんとなく全然大丈夫です。その後はボーカルリハーサル、楽曲の精度を高めていく作業だ。なんかオープニング BGM とかじゃなくてバンドの生演奏で、はい、ステージ上でタバコを吸う演出しようと思ってて、実際にジッポライターで火つけてふーって一服してから火を消して一曲目に入るみたいな感じなんで、なんかそういうオープニングの細部にまで指示が飛ぶ。
ワンマンツアー最終リハーサル。あ、オッケー。春ツアーで味を占めたわ。俺も青になろうかな。まだ2着目結構ストリート系、しかもこれはきっとうちのファンも喜んでくれるでしょう。書きます。これはね、いつもバリ短いやつ。バリ短い。お願いします。お願いします。長尾です。島です。よろしくお願いします。その俺が入ってくる時の照明どうしようかな。ピンがいいかなと思って。ちょっと難しいと思うんですけど、その火消すタイミングでシューってこう俺も消えたいんですよね。そのはーってやって、まあ大げさに多分こうやってやると思うんで、ジューって消すタイミングでちょっとヒューって照明暗くして、そっからバンドインとともにバッて明るくなるみたいな。はいはいはい、了解です。お願いします。はい、足いただきます。はい、では本日終了になります。はい、じゃあ本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみましょう。失敗を恐れず楽しむことにします。東京公演本番組。おはようございます。おはようございます。体調はどうですか？いやよくはないよね。疲労っすね、完全に。昨日寝れました？まあ、5時間ぐらいですかね。緊張で。緊張で。今日はちょっと収録も入るので。はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。お願いします。はい、次リハ終わったらこれ出る。よっしゃこう久々ですか？いや、俺初ですね。あ、初。いつも見に来てるだけで来た感覚があるんですけど、いつも多分初ですね。はい、それでは全体リハーサル始めます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。もうちょっと後ろにしよう。説明しよう。今はリハーサル中に TikTok を撮る一場所を決めて、これに一番時間がいけそうですか？はい、ありがとうございます。はい、感謝です。なるべくたくさん、なるべくたくさん、一人でも端っこのお客さんが映るようにという。安藤さん、音出してもらいます。行くぞ安藤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 。ありがとうございます。大丈夫か？大丈夫ですね。大丈夫か安藤。大丈夫か安藤。大丈夫です、ありがとうございます。安藤さん踊ってませんでした。ああ安藤さん踊ってます。安藤さん踊ってくださいね。本番を踊ります。
ありがとうございます。そうやってみんな言うんですよ。何やねんあいつ。説明しよう。島はみんなスタッフと仲良しなの。これこのまま写真の上げもちょっと撤去させていく。じゃあ表も大丈夫ですかね。はい、では以上で全体リハーサル終了します。本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本番10分前。東京公演でーす。メンバー終わるぞ。みんな気をつけろ。ファイヤー。ザー。ファイヤー。残り3日の東京、福岡、高知、東京公演、今から頑張ってきます。皆さんを楽しませられるように俺も全力で楽しみます。やれっか。歪んだ絶望も振り返って
た君はきっと妖精で、深くて暗い森の中の唯一の羽田公園、いやーもう大盛況も大盛況、多分今日来てくれてるお客さんは多分一番入ってるんじゃないかな、ゼップで一番大きいんで、結構メンバーとかも今日のマーシーめっちゃ良かったなみたいな、過去一でライブパフォーマンス良かったわって褒めてくれたんで、メンバーが褒めてくれることってまあないんでね、ほんまに良かったんやなという思いでございます。まああのワンマンライブも浦島の活動もそうなんですけれども、皆さんがこうやって応援してくれているからこそ続けられていますし、皆さんが来てくれてないとワンマンライブとかも開催できないので、本当に皆さんにはもう感謝しかないので、これからもたくさん、まああの実際にこういう形であったりとか動画であったりとか、そういったもので恩返しというか、皆さんにも幸せをたくさん届けられたらなと思っておりますので、引き続きよろしく。バイバーイ。シモでした。